繰り返して傷つき苦しんできたすべてがマドカを思ってのことだった。だからこそ今はもう痛みさえ愛おしい。私のソウルジェムを濁らせたのはもはや呪いでさえなかった。それじゃあ一体あなたには理解できるはずもないわね、インキュベーター。これこそが人間の感情の極み。希望よりも熱く、絶望よりも深いもの、愛よ。君は一体何者なんだ。魔法少女でも魔女でもなく、一体どこにたどり着こうとしてるんだ。そうね、確かに今の私は魔女ですらない。あの神にも等しく聖なるものを貶めて蝕んでしまったんだもの。そんな真似ができる存在は